こんにちは、みほです。今日もご視聴いただきありがとうございます。皆様、新年明けましておめでとうございます。これね、今日撮ってるの4日なんで、まあ、新年の挨拶っていうと、YouTuber やったら元旦に動画出さないといけないと思うんですけど、なんせのんびりしてて今日になりました。すいません。はい、皆様今年もよろしくお願いします。でね、まあ一応、まあご挨拶の動画、去年まではね、ちゃんと着物着て出してたんですけど、今年は1日に後楽園にいつも通り散歩はね行ったんですけど、こんな感じでなんかその日ね寒くてぐったりしてライブ配信を現地でやったんですよ。うん、それで、まあ、結構満足して、まあ、そんな感じで1日の日はちょっと動画撮れなくて、でもまあ新年のご挨拶しときたいなと思って今カメラを回しています。でよくね、新年となると目標とか、うん、今年こうしたいとか言うと思うんですけども、私の場合は特にないかなと思います。まあ去年もそうやったんですけど、まあ、無事に大きな病気とかせずに生き延びれたら、まあ、私はそれで幸せで満足っていうのがあります。で今年、まあ、目標はないと言いつつも、まあ、一番大きく叶えたい夢としては6月末に顎変形症の手術があるので、それを早くしたい、早くしたいっていうか、まあ、日付決まってるんで早くも何もないんですけど、早くというより無事にまあ終えたいなっていうのがあります。あとまあ YouTube の方は、まあ8000人とかそれ以上、うん、読者さん増えたらいいなっていうね、これは本当に何ていうのかな、目標っていうより野望みたいなものは持ってるけど、それをまあ何が何でも達成したいとか、達成しなきゃいけないっていう、何ていうのかな、ハードルとしてやるんじゃなくって、まあ毎日楽しくできたらいいかなっていうふうに、ただそれだけのこととして思ってます。なんかね、あの目標を持たないといけないとか、みんなそれぞれ頑張ってるのに、それ以上に頑張る必要ないかなって私は最近思ってて、本当に楽しく幸せを感じながら生きるっていうのがやりたいことでもあるし、まあそれが今実現できてるので、そのままの自分を継続して生活していきたいなっていうふうに思ってます。はい。特にね、本当喋ることないっていうかね、喋ることなくてあれなんですけど、2022年もあのこのチャンネルどうぞよろしくお願いしますっていうのが今日お伝えしたいことです。今年の動画の内容はまあ変わらずですかね。まあ美容の方は、シスペラの経過とか載せたいっていうのと、あとはまあ歯列矯正が進めばその経過もやりたいっていうのもあるし、あとはまあシワ関係ですね。シワ関係はこの顎変形症の手術とか大きいこともそう控えてるので、それが終わるまで、あとは腫れがね結構1ヶ月はパンパン、3ヶ月6ヶ月も続くと思うので、それが終わるまでは実際何もできないんですね。で予想としては顎がちっちゃくなるので、ここのね皮膚とかがすっごいたるむと思うんですよ。でたるんだ後にまた切開リフトするとか、ハイフも検討はするんですけど、それはねまだもうちょっと先、実際手術を終えてみないとわからないっていうところがあるので、顔をどうこうするっていうのは今年はちょっとないかなって思います。コスメとか、まあ、化粧品ですね、保湿とかそういうのはいいのがあったら動画出していきたいと思ってるのと、あと今ね実際提供でいただいてるので割とねいいのがあるので、それが本当にね、あ、めっちゃいいなって思ったらそれ動画出したいなって思ってます。今年も相変わらずなスタイル、雑談ですね、美容を主軸にして、あとファッション雑談のチャンネルになると思いますけど、たくさんコメントいただけると嬉しいです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。私のチャンネルでは40代の日常、美容健康ファッション、今やっている大人の歯列矯正、住んでいる地域岡山の地域情報などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしています。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。